廃怪獣。どうも、今回はこちらのゲームをやっていきます。このゲームですね、どういったストーリーかと言いますと、とある少女が住宅街に迷い込んでしまうと。まあまあそんなことないけどね。普通なんか違うなと思ったら引き返すけどね。っていうのは置いといて、その住宅街には人々の負の感情が具現化した呪いが徘徊していて、その呪いから逃げつつ住宅街からも脱出を目指すというゲームですね。じゃあ、なんか説明うまくいっちゃったな。一回ぐらいどっかで噛むと思ったんだけど、なんか結構説明うまくいっちゃったな。じゃあやっていきましょう。はい、怪獣。怪獣の人形を友達に渡すときは、はい、怪獣。カットしようか迷ってる。ちゃんと滑ったなって思って今カットしようか迷ってるわ。動画だからカットできるんだよね。5月末にこんな滑ることあるんだと思って、説明はうまくいったんですけど、ギャグは滑りましたね。始めます。ちゃんと使います。あ、まだ始まりませんでした。徘徊獣ゲームモード。お、化け物が襲ってきます。徘徊モードです。化け物、あー、徘徊モードなんてあるんだ。化け物高速化高難度、もう絶対やんねえよ。エクストラステージ、たとえ普通のステージクリアしたとしてもやんねえわ。はい、化け物が襲ってきます。いきますね。あ、始まった。早くここから出なくっちゃ。ここから出なくっちゃ。化け物から逃げつつ5個のアイテムを集めて特定の祠にお供えしましょう。いや、意外とやること多いな。街に迷い込んだだけなのに5個のアイテム集めてそこの祠に祀るっていう、なんでそれはわかるんだやることが。あ、待って、宝箱じゃねえや。懐中電灯があって、キツネが薄いな。薄いわ、薄いわみたいに言っちゃった。ウェブのフリーの画像を使ったんだろうな。薄いな。ここを歩きな、うわ、久々にこういう感じのホラーゲームやる。なんて言ってたっけ、なんか祠に置くって言ってたよね、なんかを。5個のアイテムとか言ってたよな。で、あ、走ることできるんだ。ちなみにこれスタミナあるパターンか。なんだ、あそこだけホタルがいるぞ。あそこだけホタルがいる。ちょっととりあえず赤い光目指してみます。うわ、スタミナあるパターンっていうのはちょっと苦手。そして私ですね、この視点、約30分ぐらいやってると酔います。なんだ、ちょっと待って、鳥居多くね。さっき鳥居見たばっかりなのにこっちにも鳥居あるんだけど。で、家とかには入れんのかな。あ、見えない壁ね。オッケーオッケーオッケー。見えないものを見ようとしたらダメなんだな。ん？なんかこっち来てんな。すーごい走ってきてんな。絶対敵だな。ちょっと初回なんで一回見ていいっすか？どんな感じか。どんな感じか一回食らってみていい？叫び声高っ。叫び声高いね。あの、なんかメインのやつと後ろに2体メイドさんいたな。ようわからんぞストーリーが。なぜ俺はメイドに追われてるんだ。5個のアイテムを集めると、なんかこっちからさ行けなかった気するんだけど、一旦ちょっとまっすぐ行ってみるか。特定のこの辺に、その文字消して。もうわかったから。OK、ありがとう。で、体力ゲージは、追われた時しかあんま使わない方がいいのかな、このスタミナメーターみたいなやつは。あらら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 。ここ、ホタル、なんじゃこれは。これはなんだ、取っていいのか。うでもいるな、メイドさんが。何？なんだそれ。ピーじゃねえんだ。なんか焦げし手に入れたし、こっち見んなよ。来るな来るな来るな、来るなよ、来る、買わせるんかい。あんま買わせない方がいいって、こういうゲームは。でもスタミナを使ってしまうってことなんだもんね、多分。だからこれスタミナ使っちゃうと走れなくなるから、歩いて歩いて回復して走って回復して、行き止まりが多いな、行き止まりが多いな。なあ、買わせないよね。声高い、声高いな。この怪獣だといるか。明るいぞ外、普通に早いな。もう来てる。で、こっちは行き止まりなんだっけ。こっちはいけるんだっけ。
はい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 。敵は俺の何懐中電灯つけたら来るんだったらこれ全然つけなくていいわ。もう全くと言っていいほど見えるもん。あ、いいね。こっち来てる。うおー、しっかり来んじゃん。もう分かってるじゃん、俺の位置が。音が聞こえる。こういう時はもう走っちゃっていいのかな。で、この謎の、ピーやめろ。謎のこけし取って、5個のなんだかっていうとか、5個祭ればいいってことなんだよね。とりあえず入れるよ。何をお供えする？はい。こけし入れます。なんだ？意味がわからんて！意味がわからんて！にゃーじゃないんだよ。誰に襲われたの俺。いや、一応取るけどさ、こっちの方行き止まりなんだよな。ルートをしっかり把握しとかなきゃダメだよな、俺は。じゃあ、行ってないところ行こっか。行ってないところ行って、自販機がある、自販機明るいな。あそこにも光があんだ。あ、光のところにアイテムがあるってことなのかな。で、鳥居がすげえ連続でめちゃめちゃ、あ、なるほどね。なんか特定のアイテムを特定な場所じゃなきゃダメってことなのか。あ、走ってきてんな、メイドさん。なんで俺はメイドさんを怒らせたの。何、天下一武道会のヤムチャの話でもしたの。これアイテムどこにあんだ。あった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 。これ取れる。あ、アイテム、あったあったね。これ別の、はい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 。だるま、はい、だるまで、だるま取って、あ、これはピーとかなんないんだね。その音何で、うわー、もう前からも来てんな。後ろからも来てる。微妙に足を、俺の方が遅いのか。なんだこいつ、なんだこいつ、足が速いのかお前らは。ちゃんと、しかも、これさ、後ろ向きながら出していけばできるね。うわー、ちゃんと女の子走り、女の子によくある走りちゃんとしてる。で、2体、くね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 、おい、見当たんねえのか、おい、くんのかい、結局むずいな、このゲーム。走れよ、走って走って走って、走ったら一応距離は稼げるはずだから。で、アイテムだけ回収しておこっか。アイテムだけ回収しておいて。はい、なんだそのアップは。じゃあ他のアイテムアップしろ。で、進んで、来てる？来てるな。いつの間にかメイドからは巻いてるし、山でガッチ多分行き止まりだ。で、こっち、あ、もう一回アイテムある、もう一回アイテムある、もう一回アイテムある。で、これは、はいはいはい、俺も女の子走りなんかい。お前は何も演出ないんかい。招き猫取って、走って、行き止まり、走る、ちょっと回復する、走る、ちょっと回復する、走る。でもこの感じでやってればさ、来ないよね。走る、ちょっと回復する。あ、わかった！何するか！わかったわかったわかった！色だ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 ！了解。どれだっけ？どれだっけ？これ敵来てないね。これ多分今敵来てないね。このお供えの時間敵来てない。しかも体力回復してくれる。これどれだったっけ？だるまだった。いや、招き猫か。招き猫か。あ、あ、来てんのかい！もう分かったもんね。簡単簡単。黄色が招き猫で多分あれ合ってたんだね。ブシャーって言ってたけど多分あれ合ってたんだろうな。黄色が招き猫、色で場所を覚えるっていう形ですね。覚え芸だ。俺は苦手だ。あっちでもなく、まずアイテムを回収しちゃいたいよね。で、近くにその祠、色の祠があったら取りに行くみたいな感じで。青ね。黄色アイテム回収。黄色が何だったっけ。黄色は例年通りだと招き猫なんだけど、お前来るな。走ってってこっち行き止まりではない。どこが行き止まりかも分かんないし、俺マッピング能力がねゴミなんだよね。すごい、もう表現の方法が雑なんだけど、マッピング能力がゴミなんですよ。帰んのかい。で、次の女は来んのかい。メイドちゃんは来るんだね、遠くからでも。なんか怒らせたのかな。オムライスのケチャップに気持ち悪いこと書いてって言っちゃったのかな。取ってで、だるまちゃんでしょ、だるまちゃんでしょ。だるまちゃん今何色だった。今だるまちゃん何色だった。あ、こっち行けんじゃん。だるまちゃん青だった今、緑だった。で、いけないな、来てないよな。来てんのかい。二人目も、あと声高い。終わらんぞなあ、意外と終わらんぞ。逃げつつ5個のアイテム、特定の祠。それもう特定の祠っていう意味がよく分かってなかったけど、そういうことだったんだね。で、まっすぐ行くと来るから、こっちから行きます。
敵に遭遇しないのが一番だよね。緑、黄色、あえてもう見えてるけど取りにはいかない。敵に遭遇しないのが一番だって分かってるから。でも走ってる足音とかで聞こえてきてるわけじゃねえもんな。全部一応見たのか一通り。うわ、バレた。あいつ目良すぎ。あいつ目いいな。ちょっと巻くか。ちょっと巻いて、あえてこっち側行って、こっち なかったっけ。あー、あるね。なんか聞こえるね、音が。はい、撮る。撮ります。来てるね。あいつは早いんだよな、足が。でもあいつ気づいたら帰ってるから、青ね、青、青ね。ここ何色？これピンク。青が欲しい。敵いる？あ、まあでもこいつあんま早くないから大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ。で、奥側でも3体いるってことか、全部で。結構いるな。回復して走って、回復して緑取りに行きたい。確か緑の近くには黄色もあったはずだな。赤もあんな。黄色あるぞ。あ、青あんじゃん。目に映るものすべてを大声で言ってる。特に何も言わず、ただ大声で物事を言っている。ピーじゃねえ。で、青がだるまだった気がするから、青だるまを言ってしまいましょう。青だるま、青だるま来てる。かわせんだよ。二人来てんな。大丈夫だ、かわせる。俺はかわせる。こっちだ、こっち、こっち。ここで二人かわせたのでけえぞ。で、あのゼンラマンは、あのゼンラマンが来たら終わるな。ゼンラマン走ってった。いや、ゼンラマンこっち来た。よしよし。巻いた、巻いたぞ。よし、け、取る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 、取れよ取れよ。これ行き止まりかも、しかして。こっちは行ける。うわね、ごめん、もうよ、みんな酔うかもしんないけど気にしないで、画面。行けるな。負け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 。巻いたらでかいぞ。走って、後ろから走ってきてる音は聞こえる。あれ、ちょっと待って、こけし何色だったっけ。こけし何色だったっけ。あ、来てるね、来てるけど、そろそろ負けそう。はい、こっち走ってって、奥まで行けば負けそうな気すんだ。あ、いいね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 。もう距離的には追いつかれることはあまりないでしょ。ただ俺の歩いてるスピードよりはほんのり速い感じなのかな、あいつが走ってるのは。次行くのは、なんかこれ俺ぐるぐるしてない同じところ。あそこにも祠があるから、あそこに行こう。メイド2匹来んなよ。あ、緑もあんじゃん。緑ある、来んなよ。メイド2匹走って、これ何色？赤か。赤はわかんねえな。こけしって赤だった？回収して、緑、ちょっと待ってね。消去法で行きたいから、これ後々にしとくわ。赤はもう何がもう全然覚えてねえ。あ、ピンクあんな。ピンク、あ、結構、もうこれ揃うんじゃね？あ、意外とクリアいけるかもしんねえ。今何だった？今何色取った俺。何にも覚えてない。何にも覚えてないよ俺。あ、これ緑だったっけ？今緑って言ったよね俺確か。今さっき緑って言ったよね。これ、あ、当てた。で、黄色がマネキンなのは覚えてる。黄色がマネキンじゃねえや、マネキン猫、マネキン猫、マネキン猫と分かってるから。マネキン猫が黄色っていうのは分かってて、あれ、今俺何色取ったんだっけ。ダメだもん。何にも分かんなくなってる。何にも分かんなくなってるよ。俺今ピンク取った？俺今ピンク取ったのかな。こっちの方には祠はナッシングですね。あ、これ最初のところか。ナッシングだから、そのまま進んでいこう。あれ、意外と遭遇しなくなったな、適当。あいつら帰ったか。あいつらも走ったばっかで疲れるだろうからな。迷い込む人間も俺一人じゃないだろうしな。今はたまたまタイミングがあって俺一人だけどさ、絶対他にも迷い込んでるやついるだろうから、そいつらも追っかけてずっと走ってるってなったら疲れるもんな。あった。走ってった。こっち来んなよ、こっち来んなよ。お、なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、やめろ、ムカつく。なんなんこのゲーム、徐々にムカついてきた。5個集めて、はい、ちょっととりあえずさっきのところまでやろう。
青だる下ピン、上みど、上みど青だる下ピン、上みど青だる下ピン、はい、覚えました。で、黄色の招き色猫、招き色猫、はい、完全に全部覚えました。ピー、あ、これじゃなかった。上みど青だる下ピン、招き色猫、はい、完全に覚えましたね。あとはどういくかだな。青だる、はい、オッケー。上みど青だる下ピン、招き色猫、招き色猫、そのバーやめろ。で、あと一個赤いく、あとはもう入れていくだけだな。正直遭遇しなければいける、遭遇しなければもう俺の勝ちだな。青だる、青だる、青だる、で赤アイテムもここにある。で、なんかどっか襲ってきたよな、俺のこと。ピーじゃねえ。さあ、こっからよ。上みど下ピンだから、上みど下ピンだから、もう場所は覚えてる。上みど下ピン、あとは祠の場所だな。上みど下ピンで、あれは初期の位置だよな、敵に会ってない。よし、いいぞ、いいぞ。で、ここ何色だ、あそこ何色だ。上みど下ピン、上みど下ピンなんだけど、ここ何色。赤、赤は、じゃあ、今のだ。はい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 、真ん中、真ん中。もらったぞ、もうもらったぞ。あと、祠の位置、下ピンは、確かあっちの方だった。あと、上みど、上みどだ、上みど、上みどじゃないこれ。上みどだ、上みどだ。何言ってかかんねえな。ずっと暗号で言ってる。上が緑だから上みどね。はい。上みど、はい。で、下ピン。下ピン。下ピンのところ襲ってきたよね、確かさ。下ピンのところなんか謎のあれ、かわせんのか？あー、走ってる走ってる走ってる。よかった。しかもちょうど二人連なって走ってる。ラッキー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 。ただ、全羅くん、全羅マンがいる。全羅マンがどこにいるかだな。大丈夫。あった！今あったね！どっから行ける？こっから行けるか。で、ちょっとかわしてみるよ。かわしてみよう、かわしてみよう。で、全羅マン。音聞こえない。よしよしよし、来てない、いないな。なんか来るよな、これ来るよな。来た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 、弱っ。で、これ下ピン終わった、早っ。扉が出現したで、どこに、あ、扉、あ、敵いる。ちょっと待て待て、ちょっと腹立ったよ。めっちゃめっちゃ腹立った。お前誰だ、なあ、下でじゃねえんだよ、急に関西弁使うの、なんだよこれ。あ、今直で行こうとしたらよくなかったんだね、回って行けばよかったってことか、悔しい。上みど、意外とすぐできるもんだな。上みどで、ピンク、全羅マンの、いや、もう全羅マンは敵じゃねえんだ。俺の敵はなんかあの謎の顔なんだ。巨大顔だから、上みど。はい、ラスト！ラスト行きましょうか！来てるね！ただこいつらはもう俺の敵じゃねえんだよ！ピンクの顔か。ピンクの顔なんだよな、俺の敵は。来てねえし、もう！あっち、あったね。ぐるっと回って、来てる？あいつなんで俺の方に来ねえんだよ！こっち来いよ！で、このまま走ってって、ぐるっと行って、よし、あいつが来る前にやっちゃおう、あいつが来る前にやっちゃおう。その前に、その前に、一旦最初、最初、初期の顔来るよ。最初の顔来るから、最初の顔来るから、無視、横ね。横かわし、弱っ、横かわしからの、解放、扉出現、直で行けない。いや、行けるか、いや、行けんな、これこっちから行ける、いやいや、なんか、うっすらクリアしたな。あれから一月が経とうとしてる。あの時の怖い経験を友達に話しても信じてもらえなかった。あの出来事が夢だったのか現実だったのか。けど、これだけは言える。なんだ？あの経験は、二度としたくないと。当たり前だろ。なんだこの薄い感想。あの経験は二度としたくない。当たり前だろ。
これだけはいるって貯めて言うな。俺もなんかすごいなんか夢のような時間だったわ。もうクリアして終わる。俺の動画時間では考えられないぐらい短い。みんなちょっと一瞬に感じるかもね。基本俺2時間ぐらいの動画上げちゃう人だからさ、普通に何も考えずに。ごめんね、なんかみんなあっという間だったかも今日。普通の人たちってこんな短い動画上げてんだね。いや違う、こんな短いじゃない、これが普通なのか、俺が長すぎるのか。エンディング、エンディングがある。あ、なるほど。サクシャさんありがとうございました。なんか俺も夢のような時間でした。敵が個性的かつよくわからない演出があって面白かったっすね。なぜメイドに襲われてたのかだけ教えてもらってもいいですか。ゼンダマンはなんとなく呪いなんだろうなっていう存在はわかんの。なぜ俺はメイドさんに襲われてたのかってだけ教えてもらっていいですかね。化け物の声もサクシャさんがやってるんだ。ボイチェン使わないであれだとしたらめちゃめちゃ声高いっすね。いや、面白かったな。久々にこういう感じのホラーゲームやった。ANF ワークスさんなのかな。エンド、ありがとうございました。楽しかったです。いや、こうなるとよ。こうなると、ベストタイム6分11秒。これが早いのか遅いのか知らないけど、こうなるとよ。一回さ、やってみたくなるね。絶対にやらねえって言ってた。化け物高速化高難度モード。これやってみようぜ。あ、なんか外暗くなってない？ちょ、俺もクリアしたからね。クリアしたから、こうなると、そういうことか。必要になってくるんだ。懐中電灯が。確かにちょっと暗いもんね。行こう行こう。どういう感じ？どれぐらい的に速くなってんだろうな。で、多分1体増えてるとかじゃないよな。基本的に3体なのは変わらずなんだろうけど、取る順番的なのは、なんとなく、あのね、アイテム取る順番っていうよりも、祠回っていく順番だね。そっちの方が大事だなって感じましたね。ちょっとまず、早いね！あ、なんか確かに早く感じる。うわっ！ちょ待って。懐中電灯消えるし。なんか早くは感じんな。ただ逃げれはするぞ。普通に逃げれはするから、あっちから回ってって。でも高難度って言ってもそんなに難しくないな。これ、多分俺できるぞ。そのまま普通にやったら。青だるをまず取って、でぐるっと左の方に回っていけばいい話だから、で走ってる間はなんだかんだ追いつかれない気がするんだよね。あー、来ない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 、大丈夫だ。でここ取っちゃって、青だる、まず青だる取ってからの、あ、こっち巻く。今女の子2人、メイドさん2人を引き連れて巻いてるから、あとあの全裸マンに会わなければいけるね。は、早いな。え、これ、ま、大丈夫だよね。ちょ、後ろ向いて走んなきゃ。あ、でもやっぱ走ってる間俺の方が早いわけだもんね。あー、そっか。歩いてる間に一気に追いつかれるってわけか。ここうまく調整しなきゃダメだな。あー、確かにちょっと難しいな。ちょっと難しい。ちょっと難しい割にあまり達成感がなさそうだな。だったらもっと激早でいいんだけど。緑取ってからの黄色取ってからの赤。了解。緑取って黄色取って赤。緑取って黄色取って赤。で、ピンクちゃんもあったな。ちょっと行こう。あ、すいません、これ全く同じもの見せてる気がしちゃいますね。やべ、攻略ルート見つけたな、これ完全に。いるな、でも赤いるな。こっち来てる。次あそこ行きてんだけど、いるんだよな。うわ、後ろからちゃんと来てる。大丈夫か。ピンクいるな。こっちだ。すぐ取って、すぐ取って、取った、オッケー、取って、緑上、緑上、あとピンクなんだけど追いつかれちゃいそう。来てる。走って逃げて、走って逃げてよ、繰り返す。逆に言うと後ろに来てるから前から追いつかれることはまずない。これ追いつかれることはまずないな。はい、よし、いいよ。巻いてる、巻いてはいる、巻いてはいる。この感じでいけば高速モード俺クリアしちゃうね。一回で高速モードクリアしちゃう。これで、でもお供えだよな。一回かわさなきゃいけないわけだもんな、あいつを。こいつ一回かわさなきゃいけないから、横だよな、横、横に行って、横横横横横横、横、縦、
扉出現。はい。おお、一回でもクリアしちゃった、高速モードね、一回で高速モードクリアしちゃった。普通にクリアしちゃった。ルートがある。これルートがある。めっちゃ普通にこれだけは言える。あの経験は二度とした、今したんだよ今したんだよ二度としたくない経験を今したんだよ。うわぁ、なんか変わった。遊んでくれて、うわ、高速モードクリアしたから主人公ちゃんじゃないな、これ襲ってきた女の子で。おー、詐欺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 、パッケージ詐欺よこれ。こんな子たちじゃなかったもん、襲ってきてたのは。でもこれあれか、呪いが襲ってきただけであって、元の女の子二人はこういう感じだったってことなのかな。そういうことだったのかな。遊んでくれた、いや、こちらこそありがとうございました。作者さん、もう少し相手の足早くしてもいいかなと思いましたよ。まさか連続で普通に一回でクリアできると思わなかったんで。あと色を変えるとかね、置物の色と、祠の位置を変えるみたいな、そういうのあっても全然難しくなるかなって思います。ごめんなさいね、うざい視聴者で。ごめんなさい、うざいプレイヤーで申し訳ないです。はい、終わった。5分31秒、早くなってる。こうなるとよ。こうなったら、徘徊モードよね。徘徊モード行こっか。いや、これ多分何にもならんな。俺はなぜ普通に徘徊モードをやってるんだ。お化けが出てくるわけでもなく、で扉も出現しないと。おいおい、どうすんだこれ。おい、動画の締めとしてどうすんだこれ。扉出てこなかったらどうすんだ。やべえぞ、大声で締めちゃうぞ。おい